げたと思います。一般から一つ金属光沢、金属光沢がある。そうですね、これビスマスと輪郷のやつがあって作ってください。続いて二つ目、じゃあご飯お願いします。金属は電気をよく通す性質が金属だと思います。水をよく通す。ご飯一つ持っててください。優しくソフトタッチでお願いします。当ててあげてください。ペーパータオルがあると思うんですけれども、それをなんかいい感じにちぎって3人で分けてもらってなってるんですけど、綺麗にピカピカしてくるまで磨いてみるっていう質問、何かありますか？はい、今回は特に危険な特にごめんなさい、ちょっと一つ言わせれちゃったのでちょっと注意点なんですけれども、金紙の、色を落とすっていう作業があると思うんですけど、真ん中ほんのちょっとだけでいいです。落とすのはこういう感じ。通りません、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 あ、通らない簡単に取れるんだ。しくね、なんか、基本的に電気通るはずで、銀が。で、そうしないと、なんか被膜できやすいですね、1円玉と同じで。そうです。あ、なんか、ちょっと綺麗になってきた。だってね、光沢出てるね。こちら、裏になります。はい、これやっていいんですか？自主専用。これ、これ観察と実験結果の目本来でいただきます。これ電気通る。これは、ね、あ、すみません、これは通るぞ。こいつも。どうして銀紙はあれなんですか？電気が通らないんですか？通った。本当や。じゃあ、鶴折ってます。皆さんまず聞きたいんですけど、金紙って最初何もしない状態で電気通ったっていう判あるでしょうか？はい、はい、じゃあ真ん中汗飛んで拭いて塗料を取って、金紙の方は最初から通りましたか？取った判、銀紙は通るはずなんですけど、ちょっとテスターの使い方が難しかったみたいで、結構角度によって結果変わってきちゃうので、そうですね、銀紙は、結果から言うと通ります。はい。マジね。で、じゃあ金紙こういう風に拭き取ってくれたと思います。よかったです。ここは全員取ったようです。じゃあ逆に、そうですよね。こういう風に。周りを汗飛んで拭き取ると銀色が出てきたと思います。これが銀紙と同じ素材で、研磨剤で磨くことによってちゃんと銀色を、じゃあ続いてお願いします。